はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。毎日クリスです。<noise> えー、今回は、とんでもなくレアなものを紹介していきたいと思います。こちらですね。これはね、<laughs> やばいです。パイプおじさんでございます。いやー、これすごい。まあ、ちなみにこうやってパーツが分割。 できるんですけども中が空洞になってますねパイプおじさん廃盤してるおまけなのでレジェンドランクのおまけになりますレア度は最高値のマックスの星5です出ていた年代は1997年から1998年頃に出ていたと思われます香港製のおまけになります非常に出回らなくて貴重なおまけです こんな感じで。ただ、ここの中央に見えると思うんですけど、なんか抜き切れてなくて、中に残っちゃってますね。バリが。で、こっちも、えー、こう空洞で、こうやって2つくっつくことによって、こういう形になるんですけど、まずね、俺が一番本当に褒めたいのが、いや、よくぞパイプに顔をつけてくれたと。 素晴らしいよ、アイディアが。もうこの何の変哲もないパイプに顔をつけたっていう、このアイディアと、この顔の造形ですよね。もうわけわかんなさすぎて、もうユニークすぎて、もうめちゃめちゃすごいなって思います、本当で、ここ、ちっちゃくね、あの、香港って書いてあるんですよ。はい。 うわぁ、これは本当にすごい。めちゃめちゃ気に入ってますね。僕の持ってるおまけの中でも、本当に一番二番ぐらいでお気に入りのおまけなので、このね、しかめっ面の顔は重いんですよ。歯もね、しっかりこう、彫り込んであるっていうのもいいし、一つ一つがもう、 どこ撮っても欠点がないというか、素晴らしいですね、本当に。これね、これじゃないバージョンの顔もあるんですよ。だからそれも欲しいなって思ってるんですけど、いやー、いいですね。じゃあ今回はこちらの、えー、パイプおじさんを紹介させていただきました。えー、レア度は星5ということで、もうかなりのレア物の,のおまけ。はい、とんでもないです、これは。 めちゃくちゃレアです。激レア。激,激激激激レア。はい。激一つじゃ足りないですね、正直。じゃあ今日は、こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。